北中通り南地区横浜アイランドタワー。横浜アイランドタワーは、神奈川県横浜市中区にある都市基盤整備公団が開発した高さ119メートルの超高層オフィスビル。北中通り南地区第一高区の開発計画として2003年に竣工した。旧第一銀行横浜支店の一部を保存回収してホールとし、新しい高層のオフィスビルを複合した施設である。 建物は三角形式地の一角を二等分線上に配置して管内地区に対してシンメトリーの象徴的なファザードを表し、低層部の両ウィングは保存建物の健康に合わせて街並みへの連続とスケールを創出している。東側先端のトスカーナ式オーダー列柱を特徴とする重厚な外観の低層部は、 1929年地区で近代建築完成期の作品の一つである旧大一銀行横浜支店のバルコニー部分を a や広報で移築して組み込み同時にそれ以外の外観部分をファサードで形態復元した2003年度には横浜市認定歴史的建造物に認定されている内部は2階吹き抜けになっており 創建当初をイメージして装飾されている。また現在では、横浜創造都市センターの施設として活用されている。ABCDEFGHIJK、新建築2004年5月号、p 2 1 7ハット a b 新建築2004年5月号、P121、山本義久、巻き込んで作る横浜の創造拠点、再オープン、日米 BP、 2015年7月21日。2015年12月17日閲覧。横浜市都市整備局企画部都市デザイン室。歴史的建造物64。2015年12月17日閲覧。独立行政法人都市再生機構。本社ご案内図。2019年7月12日閲覧。アクセスマップ株式会社エステック。 www.estech.co.jp2019 年7月12日閲覧。独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構。本社所在地。2019年7月12日閲覧。ありがとうございます。